青い空の彼方には見えない。皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、ディズニーピクサーのアニメですね、リメンバーミー、こちらのエンディング曲と、なっております。テーマソングですね、こちらの方をウクレレロージー、今回もロージーを使うのですけども、ソプラノウクレレで弾いてます。ソプラノウクレレのロージーは良くないんじゃないかという話もよく聞きますし、 BJ も実際そう、思ってたんですけども、実際はですね、割とこのコロコロした音に低音がズドンと入りますので、バランスも意外と悪くないんですね。で、今回はそれを使ってお送りしたいと思います。それでは解説編どうぞ。はい、ではいきますね。一番最初、まあ大体あの BJ の弾き方はちょっと特殊かもわかんないです。大体が人差し指と中指、それでたまに4弦を親指で弾くというような感じで、この2本を割とメインで使っております。ウクレレの場合はよくあるのは親指で、これでも構わないと思います。弾きやすい指で弾いていただくのが一番いいかなと思います。ここのストロークのところは中指で BJ の場合は弾き下ろしてます。ね、はい、ここでいつもこの BJ のウクレレ講座を見ていただいている方はすでにご存知だと思うんですけども、1段目の最小フレットですね、 A7 のところの最後の、解放、2弦解放の間に指を動かします。でその後、5フレットに行くんですけども、人差し指で5フレットではなく薬指で5フレットに行ってください。ここでこういうふうにあの指が変わりますのでね、っていう感じになりますね。こういう感じですね。こ
ここは、人差し指、左手ですね、人差し指でまっすぐではなく斜めに持っていって2弦と3弦の1フレットを同時に押さえてます。ここに休符が入ってるんですけども、止めていただいた方が雰囲気が出るというのでわざわざ入れてみました。こういう感じですね。ここの C マイナーなんですけども、 C マイナーのコードはまあこうやってジャラーンって弾くわけなんですけども、メロディーが1弦の開放のラの音で入ってますのでっていう感じですね。でここの2弦3弦の3フレットの音は、BJ は今見ていただいた通り薬指、中指でこういうふうに押さえてるんですけども、ここ1本の指でいっていただいても大丈夫です。で離さずにできましたらですね、までこの2弦3弦は残しておいていただきたいんですね。でここで離すという感じですね。はい、ここからちょっと飛びます。はい、5フレットを制覇する感じですね、5フレット、人差し指で1弦と3弦、まあ2弦もついでに押さえておいてください。でそこに中指で6フレット、2弦6フレットを押さえるとこういうコードになりますね。で小指がここで8フレットに行って、でここで薬指に行きます。で薬指を離す。でここで小指が2弦の8フレットに行きます。はい、でその後ですね、8フレットからいきなりここへ飛びます。まあ、あのソプラノウクレレだとそれほど距離がないので、小指の時に離して、はい、人差し指で2小節目の Am7 のところは人差し指で飛ぶ感じですね。はい、このまま人差し指です。でそこからボディをですね、右手の小指と薬指で支えて、こういってこういって支えて飛んで、わかりましたか？で、ここの時ここを支えてますよ。ここも一旦休符入れてるとこ止めましょうか。ここはですね、ストロークで言ってもいいんですけど、っていうとちょっとあの音が曖昧になるので、できましたらちゃんと指で、親指、人差し指、もしくは BJ の場合は中指と人差し指でと弾くんですね。でこの時に、で次1弦4フレット2弦4フレットのところは、人差し指に変えます。こういう感じですね。こうやって飛んでください。でそしたら次小指が8フレットに行きます。でその小指はもうすでに、人差し指が4フレットに飛んだ時は準備しておくっていう感じですね。でこのまま全体で弾きながら小指を10フレットっていう感じですね。はい、こんな感じです。でこの時に、4弦を鳴らさないように今、親指で止めました。はい、でこうすると4弦鳴りますよね。これ離すと4弦鳴るんですけど、鳴らさないように親指でミュートすると、これを一連の流れをやりますと、小指で押さえて人差し指に変えます。で小指で8フレットで、ここは押さえたままですね。はい、この部分ですけども気持ちいい感じにずっとリッとしていただきます。インテンポじゃなくて大丈夫です。ここでゆったり待っていただいて、頃酔いのいい頃に小指で1弦2弦の8フレットを押さえます。で、人差し指でアップダウンアップっていう、でそのままストロークに入ります。このストロークはThank you.
このパターンですね。ここから後半は、割とリズムがこう乗った感じのフレーズを絡めていくというようなジャカソロ的な感じになるんですけども、基本的な弾き方はこれですね。一小節間にこういう弾き方になってます。というこのパターンですね。これがずっと続いていきますので、じゃあゆっくりやっていきましょうね。18のところからいきます。ここで一旦また休符が入ってますので止めてください。今のは同じ形ですね。人差し指で5フレットを2弦3弦4弦押さえまして、小指で8フレットですね。そのまま押さえてる形を今度は人差し指3フレットに持っていって、小指を6フレットに持っていくと、このパターンの繰り返しです。で、弾いてる弾き方は一緒ですね。チャーツチャー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 だけですね。で、E フラット2点ここで止めていただいて、でメロディーがですね、っていう感じで、ストこういってここでメロディーが、4弦の2フレットになるんですけども、ここは人差し指で引き上げてます。E フラットのところが6で A7 こう持ち替える感じですね、という感じですね。はい、この次 D マイナーですね。薬指で5フレットやってみましょう、という感じですね。はい、その次も薬指で、この E フラットの部分なんですけども、薬指で、全部押さえて、でミュートしてる間に持ち替えて、人差し指1弦の1フレットで、薬指で2弦の3フレットで、中指で3弦の3フレットと、これに持ち替える。でここで人差し指を離す。で F、はい、で次の台行きましょう。はい、ここまでは、B フラットを押さえていただいて、小指で3フレット、1弦の3フレットですね。ここでミュートした瞬間にこの人差し指制覇してますよね。これを離して2弦の1フレットに持ってくると、今こう変えましたよね。はい、ここで B フラットのところの一番最後の音、2弦の1フレットは、指で弾くと。はい、その次 B フラットマイナーですね。これはBJ の場合は先ほど出てきたのと同じ感じ、人差し指で2本同時に押さえるか、もしくはこれでもいいですね。人差し指と中指で、はい、ここでまたミュートを入れてる間に次の準備をして、これはさっきと同じ繰り返しです。繰り返しなんですが、ここの部分のメロディーが若干、弾く弦が変わっております。では次いきますね。この C マイナーの部分、 C マイナーのところはこうですね。はい、先ほども言いましたメロディーが A の音ですので1弦は開放にします。 C マイナーのコードはこれですね。はい、なんですけども、はい、ここでポジションをグッと動かします。この時も前の部分で出てきたのと同じですね。人差し指で5フレットを押さえる、1弦2弦3弦で、中指で2弦の6フレットを押さえると、
ここが先ほどと違って、リズムがついておりますので若干弾き方は変わっております。さっきのところはって感じでしたよね。ここはリズムがついてますのでっていう感じですね。でこの次 Am の時は小指のまま8フレット、チャラーンといきましょう。2弦の8フレットを押さえて、小指で押さえておいてくださいね。それをストロークでいきます。で再引き下ろしてもいいんですけど、1弦はならないように実は小指のこの腹の部分でこう小指立てないでわざと寝かしてミュートしてます。そのためにジャラーンってやっても必要な音しか出ないということですね。でここでミュートが入ってるうちに手を離してっていきますね。はいはい、ゆっくりいきますよ。はい、その後ですね。これもさっきと一緒ですね。ここで、指を変えてください。指を変える。ここはインテンポです。さっきみたいにじゃらーん、リタルダンドして次に行くんではなく、っていう感じで行っていただきます。さっきと同じですね。頭の部分と一緒ですね。このテンポが速くなった部分と同じリズムで同じこの弾き方でここは OK です。はい、こんな感じですね。実際の曲はですねもっと長いんですけども、ちょっとコンパクトにですねまとめてウクレレで楽しんでいただく感じに仕上げてみました。だいたいパターンは似てます。押さえるところとか同じ、ゆっくりな部分と弾き語りバージョンのところとバンドが入ってくる感じのところですね。そこを2つに分けて、作ってみました。まあロー G でなくてもハイ G でも楽しめると思いますので、やってみてください。はい、 DJ のウクレレ講座、今回はリメンバーミー、ディズニーピクサーの映画ですね、アニメ、リメンバーミーのエンディング曲ということでテーマ曲をお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。リクエストありましたら下のね、コメント欄からお送りください。それではまた、さようなら。見えるわけじゃない、何静かにゆっくり時を待つ。See